科学第一小級子は科学剣子の遠心にある歯。近心側隣接歯は科学剣子遠心側隣接歯は科学第二小級子対合歯は上学剣子と上学第一小級子である。この歯の機能は咀嚼において食物を引き裂くことであり、剣子の機能と類似している。二高頭を持ち、強速が大きく鋭い。 絶足高等は小さく、引きの高等であるので、小さな剣士のようでもある。生後1.5年から3年の頃に石灰化を開始し、破綻の完成は5から6歳頃、10から12歳で高校に放出し、12から13歳頃に、歯根が完成する。日本では、一般的に、左側第一小球子を左下4番、右側第一小球子を右下4番と呼ぶが、このほか、 左側を21、右側を28とする表記法や、左側を34、右側を44とする表記法も、国際的に知られる。第一小球子は強制治療のために便宜抜詞という形で抜歯されることが多い。これはこの歯が第9子よりも小さく咀嚼に影響が少なく、また、歯列の中央に位置しているため他の歯を動かしやすいという理由である。しかし、 近年一部の専門家の間で、上学科学第一小級士は、顎関節や、また睡眠時の歯ぎしりから顎を守ったり、下顎の固定をしている非常に重要な歯だという、意見が上がっている。抜いた場合には、将来的に顎関節症を併発したり、未知数の悪影響が起こるという説がある。元河原、P53。ありがとうございます。